フランス婦人像は昭和3年フランス滞在最後の年に制作されています。振り返る女性はロシア系フランス人の踊り子のターニアさんと伝わっていますが、振り返るその姿勢に踊り子ならではの体つきのしっかりとした感じが感じ取れます。一方で視線の方には別れを予感させるどこか寂しさが浮かんではいないでしょうか。ラベンダー色のチャイナドレスを着て微笑むのは富子夫人です。戸外からは光が差し込んでおり、そのせいで顔は逆光になっていますが、その分二の腕から下半身にかけてには光が当たってしっかりとしたボリューム感が演出されています。こちらの自画像は昭和33年中村健一63歳の自画像です。小金井に越してきてすでに10年以上、子どもの頃からの特徴だった大きな頭はそのままに本人の要望をよく表しています。富子夫人はこの自画像について後年、中村健一の最も充実していた良い頃の姿を絵に残せたと言っています。